皆さんこんにちは。この動画シリーズはビデオブロックブラッガーの基本操作チュトリアルです。特に詳しく知りたい項目があれば YouTube の公式チャンネルビデオブロックブラッガー日本公式からより詳しく説明したチュトリアルをチェックしてください。今回の動画ではメディアライブラリーに音声と録音ファイルの追加方法についてご紹介します。音声素材をメディアライブラリーに追加する方法が4つがあります。方法1はメディアライブラリーに追加したい音声素材ファイルの入ったフォルダを開いて音声素材をドラッグ&ドロップすることでビデオプロックブラッガーのメディアライブラリースペースに移動して音声素材がメディアライブラリーに追加します。方法2はメディアライブラリースペースの十字のアイコンをクリックすることでエクスプローラーのウィンドウからメディアライブラリーに追加したい音声素材ファイルを選択して開くボタンを押し音声素材がメディアライブラリーに追加します。方法3は画面左上のビデオプロックインポートの順にクリックしメディアファイルメディアフォルダーから音声素材をメディアライブラリーに追加できます。方法4はショートカットキー、コントロールと I キーを同時に押せば追加できます。ビデオプロックブラッガーのメディアライブラリーに録音ファイルを追加したい場合は下記の手順にてリアルタイム録音をすることで録音した音源をメディアライブラリーに追加することが可能です。まずはタイムライン上のツールバーにある録音アイコンを押します。録音デバイスからマイクに使用するデバイスを指定します。録音に使用するデバイスがマイク何々と書かれたため一目でわかります。開始ボタンをクリックすると録音が始まります。終了したら停止し保存の順にクリックして作成した録音ファイルがメディアライブラリーに自動追加され表示されます。ご不明な点がございましたらいつでもビデオプロックブラッガー日本公式チャンネルにお問い合わせください。